感覚でやってくるフォワードとキーパーのことよく見てくるフォワードっていうのが違う。定石みたいにこういう風にしたらこうやってくるんやっていうフォワードは全然ダメです。じゃあ続きのベスト11、俺が選んだベスト11が強くなくてもいいんですよね。全然いい。続きがやった仲間、別に憧れ、何でもいい、関わった人以外に全然いい。全然いい。誰でもいいんですか？誰でもいいよ。水さん入んないですよ。浅井高校の水さん入ります。入ったことなんか今まで見てると大体レッツ代表って2パターンだったじゃないですか。もう1個でいいですか？いや代表は代表でいいじゃん。代表というか関わった人とレッツのベスト11。あ、いい。じゃあ2つ、うん、浦和レッズは間違いなくキーパーは西川。ああ、西川、うん、間違いない。どうなの、やっぱ西川はさ、今の選手っていう感じで、レッズに対しての貢献度っていう意味では彼はずば抜けてます。これはもう間違いなく、うん、いい選手だし、もちろん、うん、ディフェンダーは3バックぐらいいいです僕は。ああ、やっぱり一番は田中という真ん中で、意外とネネじゃあ左側ネネ、ネネ大好きだから、ね、うん、で右はまあ、ツボって言いたいんだけど、うん、俺はみんながどういうか言うか分かんないですけど、うん、俺牧野はキーパーからするといい選手なんです。彼は、うん、守備的なところで言うと、うん、体も張れるし人にも強いし、うん、まあ、たまに外すけど、だけどそんなの誰でもありますから。そういった意味でもアベレージで言うと牧野は僕はいい選手だと思う。じゃあこうトゥーリオで、でもネネ左利きじゃん。ネネ左。じゃあ右側にマキノ。だけど、これが強いか弱いかっていうと、トゥーリオとマキノが一緒になるとダメだと思います。だけど、ここで見ていくと、やっぱりマキノは僕は入るから、うん、レッツで言うと、うん。代表とかそういう関わった人で言うとマキノ入んないですけど、うん、レッツの選手で言うとマキノは絶対入るんです。なるほどね。ボランチ？まあ、ハッセルは絶対。でね、俺は選びたい選手がいるから、うん、あえてボランチはちょっと前目だけど、ああ、でもシステムやっぱりシンジは入れたい。で、なんでシンジがそこに入ってくるかというと、やっぱポンテがいるから、もう横には並べれないんですよ。だからシンジは申し訳ないけどボランチのちょっと前目だけど、彼はそこのポジションでもやってたので、やっぱ結果出しましたから、うん、長谷部、シンジ、うん、で、ポンテ、うん、っていう感じかな。ちょっとむちゃくちゃですけどね。全然で、右サイドは山田信久、彼はもう超人でした。左サイドはね、もうカチカチのやつがいいんですよ。もう杉さんとか一緒にやったことないけど。杉山浩一はスカスカだよ。ヒラとかじゃないの？あ、間違いなくヒラです。もうやれって言ったことは常にやってくれる。そう、飲み会の感じとかね。それ以上を求めることはないですから。そうだな、ヒラですね。こうやって言うとやっぱり2006年2007年がベースになっちゃうんですね。いや、そりゃそうだよ。で、唯一入ってるのは牧野ぐらいです。あと2人ストップか、ストップ。これは間違いなくワシントンとエメルソンで行きたいんですけど、うん、この2人だと絶対合わないんですよ。そんなことないんじゃない。エメは裏に抜けたいじゃないですか、うん、ワシントンは速いサッカー嫌なんです、あいつ。エメを選ぶとしたら達也、ワシントンを選ぶとしたら長いかな、コオロギかな。コオロギはだいたいワントップでだったらだいぶあいつ合わせれるじゃないですか、うん、1個下がっちゃうと変になっちゃうんですよ、あいつ。まあできちゃうからね。そうですね、全部できちゃうから、うん、あれなんですよ。でもワシントン、実績から言うとワシントンとエメのツートップが一番いいです、うんうん、でもこのチームは強くないですよ。空回り、空回りはするけど、うん、いいチームです。関わった人メスウェブに行きますから、うん、プレー以外の人間性も含めて、うん、やっぱり実力で言うと奈良崎聖望、これも日本代表、日本代表、うんうん、一番で、トゥーリオ中澤裕二、かっこ秋田さんは僕は初めて代表入った時に衝撃的だったんですよ。ああ、いた、うん、俺がクロスボール出てったら出てくんなって言われましたから。俺がヘディングで行くんだから。まあ、秋さんのヘディングのこだわりすごいよね。ヘディングしすぎてハゲたって言ってました。いやいや、それは遺伝子だろ。じゃあトゥーリオ、秋田さん、こっちはフォーバックなんです。フォーバック、はい、あ、じゃあセンターバックでトゥーリオと秋田さん。そうです、まあ、かっこ中澤裕二、うん、で、左は長友も衝撃受けましたね、動物的な動き。うん、右は山田信久、うん、ここはなんか外せないんですよ、俺の中では。で、ボランチは OB でいろんな絡みで付き合いさせてもらってて、この選手、いい選手だなと思うのは本田さん。ヤスト、わかる、超いい選手。本田さんはめちゃめちゃうまいよね。それこそ今のカンテですよ、カンテ。フランスワールドカップで優勝した時のカンテの役割ですよ。まあ、潰そう、潰して、止める、蹴る、渡すっていうところ、シンプルにね。奪った後に、1本のパスさえだけ出せればいいんですよ。
本田さんがワンボランチだったとしたらその前に2人置けるわけですから。なるほどなるほど。そうなると、うん、絶対外せないのは奥大輔、第3もなかった。でも1点も入れられなかったけど奥大輔、俊介ですね。人としてっていうところは感情に入りますよ。だから水さんも本当は入れたいんだけどっていうのがあるから。それでいいと思うんだけどじゃあちょっと上がり目で俊介と奥大輔。そうそう、もうあとも2トップです。西田の秋さん、お世話になったんで、もうアクロバティックな秋さんと、やっぱり久保。あの人ね、よく最近一緒になるわけですよ、大学の OB で。で、ね、この間、喋ったら、なんかサッカーの話したんですよ、あの人が。サッカーの話すんねやと思って話してたんですけど、最終的に何が言いたかったか分からなかったですよ。ダッツさんはね、最近一番つるむ頻度が多い。でも代表がそれに来るんだね、うん、やっぱあの人とかキーパーからすると嫌な方がいいですね。やっぱ能力高くて。どうなの、そのキーパーからしてさ、何このフォワードみたいな感覚でやってくるフォワードと、キーパーのことよく見てくるフォワードっていうのが一番嫌ですね、うん。定石みたいにこういう風にしたらこうやってくるんやっていうフォワードは全然楽です。でもっと言うと、これ残念ながらキーパーやってる時って相手のフォワードが例えばワシントンやからこうやってやらないといけないっていうことを考えてやる余裕はないですから。飛んでくるシュート、向かってくるボールに対して反応するだけで、人がこうやからこうしようとかっていうのはないですから。そういった意味でもキーパーって感覚でやってるところが多いから人も関係ないですよ。こいつ嫌だなっていう選手はいなかった。でもあえて言うとタツさんみたいな選手は、いや何も考えてないから、直感打ってくるのみたいな本能でやってるような、まあ、そこはもう譲れないですね。まあ面白ベストイレブンみたいな感じでもいけますもんね夜の付き合いで引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。